100系のハイエース。100系のハイエース。はい。100系から200系に変わるギリギリの。そうです。100系ハイエースです。どのように変化して、はい、進化してきたかとですね、共通している部分。100系はボンネット開かないんですよ。すごいいいですね。これいいですよね。ほんと復活してほしいです。すごい臭い。こんにちは。こんにちは。GR8 のクラシック佐藤です。こんにちは。こんにちは。突然ですが、はい。現在ですね、新車のハイエースの、うん、受注が今止まってます。そうですよね。うん、受注が、まあ、大体停止するときというのが、お車自体の一部改良であったりとか、うん、マイナーチェンジ、うん、もしくはプロデューチェンジ、はいはい、っていうタイミングのときが、まあ、よくあるんですけども、そうですね。まあ、巷ではですね、うん、フルモデルチェンジをして、300系のハイエースがデビューするんじゃないかっていうことを言われてますよね。噂で流れてますね。噂です。はい。はい、で、現行のですね、まあ、こちら、7型のハイエース。はい。まあ、いわゆる、200系のハイエースと呼ばれているモデルなんですけども、うん、この200系は2004年に登場をして、うん、現在2023年の7型まで続いているモデルなんですね。もう20年ぐらい。立つんですね、はい、長いです。車の、まあ、モデルとしては、ちょっと異常なぐらい長いんですよ。うん。うん、そんな中、今日はですね、この現行の7型ハイエースと、はい、まあ、お客様からですね、下取りをさせていただいた、ハイエースをご紹介させてもらおうかなと思って、はい、こちら。はい。こちらなんですね。100系のハイエースです。100系のハイエース。はい。絵面がやばいですね。はい。新旧、本当に分かりやすく並んでますけども。うん、本当ですね。うん。もう全然違いますよね。顔がまず違いますね。はい。で、こちらのね、お車、年式で言いますと、平成の14年式。平成14年。うん。はい。2002年ですね。のハイエースになるんですけども、200系に変わる直前の、2年前のハイエース。まあ、いわゆる100系ハイエースの後期って言われる。はいはい。じゃあ、車ですね。100系から200系に変わるギリギリの。そうです。100系ハイエースってことです。そうです。2台の、同じハイエース。200系と100系で、うん、現行ハイエースと、21年前のハイエース、どのように変化して、うん、進化してきたかと。なるほど。いうところをですね、私、クラシック佐藤がですね、懐かしみながら、皆さんにご紹介させていただければと思います。ということで、ぜひ最後まで。ご覧いただければと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、今回ですね、100系のハイエースと200系のハイエースを比較しまして、はい、ご紹介するポイントは、うん、合計で4つ絞ってお届けします。はい。1つ目は、まず設定の比較。うん。で、2つ目は外装の比較。はい。で、3つ目は内装の比較ですね。はい。で、四つ目は、現在の市場価値について、ご紹介したいと思います。うん、はい、また、今回の動画はですね、あくまで2台とも、共に貨物車であるハイエース版、まあ、標準ボディですね、はい、を元に簡潔にご紹介と比較ですね、をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まず一つ目なんですけども、はい、設定の比較です。設定。はい。まずは、100系と200系のハイエースで共通している部分。共通点あるんですか？いっぱいあります。同じハイエースですからね。そうですよね。はい、まずは、両方とも小型貨物車両。いわゆる4ナンバーと言われる。どっちも小型貨物の4ナンバー。そうです。はい、2つともスーパー GL です、うん、はい。あとは乗車定員。乗車定員。はい。こちらもこちらも両方とも5人乗りになりますね。うん、そうですね。ただし、グレードによって、もしくは設定によって、それぞれ異なる場合がありますので、うん、まあ、デラックスとかね、そういったものは異なりますので、そこはご注意ください。はい。で、あと、車両寸法。寸法。寸法一緒なんですか、はい、一緒なんです。へぇ、パッと見、なんか100系の方が、ちょっと小さく見えるなって思ったんですけど。多分、顔面というかですね、フェイスの張り出しの部分かなと思いますね。はいはい、これらの部分はね、100系とも、100系、200系ともに共通している部分。はい、になりますね。で、現行と、違う部分はと言いますと、まずこちらの車、はい、車両重量が違います、うん、こちら1750キロ、はい、に対して200系が1930キロ
全然違います。全然違います。あのやっぱりいろんな装備がついてますので、はいはい、だん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 進化したものが肉付けされていって、うん、その、まあ、重さになっているっていうことですね。なるほど。あとは最大積載量。積載量が違うんですか？違うんです。はい。あのこれもですね、まあ車両需要にもちょっと関わってくるかと思うんですけども、うん、100系の方は1250キロに対して200系の方は1000キロ。そうですね。250キロこちらが横に乗せられるんですね。ちょうど車両重量の差ぐらい、ね。そうですね。はい。あとはエンジン。エンジン。はい。実はこの両方ともディーゼルエンジンなんですね。はいはい。こちらは 3000cc のディーゼルエンジン。はい。こちらは 2800cc のディーゼルエンジン。うん。で、同じディーゼルというカテゴリーなんですけども、排ガスをきれいにする度合いというか、うん、あの2020年の排ガス規制をクリアしているのがこちら7型なんですね、うん、はいはい。で、こちら全然もうだいぶ昔の車なんで、じゃあ、いわゆる DPR とかがついてないないです。アクセルガンって踏むとですね、ブワーンっていっぱい出ます。はい。そういったところがね、それぞれ違ってきます。はい、はい。2つ目ですね、はい。外装の比較。外装、うん、はい、になります。外装に関してはまずフロントですね、はい。フロントフェイス、普通にね、ヘッドライトであったりとかフォグライトっていうのはついてるんですけども、うん、もう形状全く違いますよね。全然違いますね。はい。より現代っぽくなってますよね。はい。で、100系はボンネット開かないんですよ。はいはいはい。うん、なんで整備性としてはやっぱりちょっと劣るのかな。なるほど。現行と比べるとね、うん、うん。現行はボンネットボーンって開きますから。そうですね。はい。まあ僕らがそのもう普段から見慣れてるのってやっぱこっちじゃないですか。そうですね。だからなんかすごい違和感がありますね。ありますね。で、カメラ、これはね、オプション設定にもよるんですけども、はい、フロントのモニターですね、はい。これはパノラミックビューモニターといいまして、まあ、上から俯瞰的にね、うん、車の位置を見るっていうものの、まあ、オプションになるんですけどね、はい。うん。そういうカメラであったりとか、ヘッドライトの形状も違います。うん、あと、フォグの形状、まあ、位置も全然違いますね。そうですね。うん、はい。でも、ほんと強いんですよ、この車。てか、もう海外行ったら、この車いっぱい走ってます。うん、もう全然まだまだ現役です。うん。で、あと、フロントガラス。はい。なんか、100系の方が、長さがありますか？100系の方がですね、ちょっと立ってるのかな？うん。本当ですね。なんか、角度が急というか、うん。そうですね。あとは、ここ。うん。ここの、このドアの切れ目からフロントの、はい。ところの長さが、肉厚なんですよね。200系の方が厚いっすね。はい。厚いです。はい。フロント今終わりましたので、はい、サイドになりますね。これスーパー GL なんですけども、はい、こちらがドアありますよね、はい。で、200系、こちらがドアありますよね、うん。100系には向こうがドアないです。ドアない？うん。それはドアないです。本当ですね。うん。ワゴンみたいな感じなんですか？そうですね。今で言うワゴンみたいな感じですね。この車はね、こちらがドアないんですけども、はい、設定によっては、こちらにドアありますので。じゃあ、今で言うとスーパー GL ってもう5ドアだけじゃないですか。はい。これ100系の時はもっと幅があったってことですね。なるほど。この車、スーパー GL のロングっていうグレードなんですね。うん。で、実は短いのもあるんですよ。へぇー。ショートロング、スーパーロング。そうっす。なんで今よりも、その展開としては多かったんでしょうね。うん。あとは、ドアですね。はい。でもなんかこの辺は結構、似てるというか、うん。そうですね。もちろんその100系の頃はパワースライドドアはなかったんですよね。はい。200系でも4型からしかないんで。うん、あとは、給油口か。給油口。全然位置違いますね。ここです、給油口。めっちゃ、ケツら辺っすね。うん、後ろにあります。ここから前の方の、まあ、ちょうどちょっと後ろ横ぐらいに、うん、タンクがあるんですけども、ここから入れるようになったんですね。200系は ?200 系は左側は同じなんですけども、こちらにありますね。これはすごい違いですね。だいぶ違いますね。あとはもちろんそのデルテールとね、形状であったりとかは違います、うん、全然違います。全然違います。外装は以上です。はい。続いてはですね、はい、内装になります。内装、100系の内装なんですけども、はい、まあ、これはダークプライム2っていうグレードですので、うん、黒木目のね、うん、部分であったりとかも全然違うんですけども、やっぱり現代風というか。そうですね、うん。で、気になるエンジン音。はいはい。行きましょうか。これ2800の、まあ、ディーゼルエンジン。まあ、最近よくね、走ってるんで、皆さんご存知かもしれませんけども、一、うん、回ね、音だけ聞くと。はい。うん。
ちょっと吹かしてみます。はい。っていう感じですね。まあ、馴染み深いものですね、うん。これでもディーゼルエンジンとしてはかなりね、静かになったんですよ。うんうん、次は、はい、百系の方の。はい、百系は、もう、この辺りがね、そうですね。まあ、時代を感じますよね。あの、でも乗ってて操作性はすごくいいんですよ。うんうん、ただ、エアコンとかね、やっぱりオートエアコンとかないんで、うんうん、視覚的にはすごく分かりやすい仕様になってます。うん、で、まあ、ハンドルも、まあ、もちろんエアバッグついてます。やっぱ20年前でもついてるんですね。もちろん。さすがトヨタさん。安全性には抜かりがありません。そうですね。はい。さっきからチラチラ見えてるかもしれないですけど。はい。これ。これね。すごいいいですね。これいいですよね。ちょっと本当復活してほしいです、うん。電動でもないですし、後ろにスライドするわけではないんですね。うん、あの、こういうふうに、ガチャッと。ちょっと換気ができると。はい。これあるだけでも、やっぱり換気の仕方とか、換気がね、全然違ってくると思うんで。はいはい。うん、これはね、もう今でも、つけたいなって方ももちろんいらっしゃいますし、はい、後付けでね欲しいなって方いますよ、うん、ここも違いますよね。サイドブレーキ、そうですよね、うん、ハイエースでこの形ってないですよね、うん、あの200系はねここの辺にこうグッと引っ張るところがあるんですけども、うん、100系の時はここでした、はい、で次はシート、シート、うん、20年前の車なんですけども、この当時のシートってすごくお金をかけてというか、うんうん、開発自体にお金をかけて作ってた時代なんですよね、はいはい、でこれとは似たような時代の車って同じような車が多いんですけども、うん、質感であったりとか手触りってすごくいいんですよ、うん、なので今のスーパー GL よりも僕こっちの方が好きなんですよね、うんうん、あとは気になってる音ですね。あとエンジンの場所自体は一緒なんです。場所です。エンジンの場所はここをまたね、うん、開けてもらうとありますので、はい、エンジン、はい、始動します。はい、どうすか。うるさいっすね。うるさいっすか。うるさいっすね。もうちょっとうるさくします。うわ。すごい臭い。多分後ろにいたら黒煙がボンとボンとどんどん出てると思います。やっぱり音がね、うん、もう20年だって本当に小さくというか。そうですね。うん、なんかこの今の音を聞いて、うん、あっちを乗ったら、多分静かとさえ思うんじゃないかぐらい。あの、もうほんと昔ながらのディーゼルっていう感じですね。うん、もうトラックですね、すね昔のね、はい。フロントはそんな感じですね。はい、じゃあ次、はい、リアシートですね。こちらが現行です。うん、見慣れたリアシートですね。うん、結構よくね、皆さんハイエース乗り心地悪いんじゃないっておっしゃるんですけど、うん、ここ持ってもらったらわかります。全然そんな悪くないですからね。これがまあ200系ですね。はい。次。100系です。100系。これスーパー GL なんで、こっちもそんな悪くないんですよ。うん。もう、ソファーみたい。なんかちょっと足がちょっと細いなって思いますけど。そうですね。足はね、だいぶ細いですね。でもそれ以外はなんか、普通にいいですよね、うん。はい。もう一つ違いがありますね。はい。リアシート。うん。まあ同じようにありますけども、はい、シートのうち200系って、こう前にずらせるのってご存知ですかね、うん。こちらはもう完全固定です。うん。シートは、前にも行かないですね。なるほど。はい。で、後ろ行きますね。はい。まず、また後ろです。はい。まあ、ハイエースの一番のね、あの、特徴というか、一番大事なところかもしれません。うん。この荷室。そうですね。うん。まあ、ダークプライム2ってこともあって、まあ、黒に統一された。うん。うん、あの、統一感のある仕上がりになってますよね。はい。で、ここの開口部の大きさであったりとか、うん、こちらの最大の横幅ですね。うん。これは実はほぼ一緒なんですけど、ここが違うんですよ。高さ、うん、はいはい。だいたい、どうだろう、4センチか5センチぐらい、100系の方が高いんですね。で、高いっていうと、まあちょっと語弊があります。はい。何かというと、薄いんです。あ、そういうことですか。ここが薄いんです。本当ですね。うん、あの200系の方は中にたくさんいろんなものが入っているので、うん、防音材であったりとか、うんうん、そういったものが入っているので、まあ、ルーフの部分が下がってきている。なるほど、うん、でもなんか、うん、全然悪くないですよ。あの全然とかめちゃめちゃいいですよね、うん、ただこれはね割と綺麗な車、うん、なのでこの状態を保ってるんですけども、はい、やっぱり職人さんとかね、うん、お仕事で使われるとここがどうしても汚くなってしまう、うん、っていうことがあるので、これは本当割と綺麗な車っていうことだけちょっと注意いただきたいですね。そうですね。はい。はい。4つ目。現在の市場価値。市場価値。うん、についてです。で、様々な動画でお伝えをさせていただいてるんですけども、はい。ハイエースは大まかに、うん、耐久性の高さ、うん。海外需要の高さ。という理由から、リセールバリューがかなりね、
高い車になってますね。で、このリセールバリューについて100系も同じことが言えるのか、ということなんですけども、未だリセールがかなりいい車です。ただし時期によったり年式によったりももちろんあるんですけども、それによって金額の差っていうのは出てくるんですけども、ハイエースというブランドは100系も200系も相変わらず強い傾向にありますね。実際こちらの100系のハイエースは、下取り車両として入庫させていただいて、走行距離30万キロだ。30万キロ。年式からすると、金額はね、あまりつかないんじゃないかなって思われてる方結構いらっしゃいます。ですが、この100系のハイエースはしっかりとね、買い取りをさせていただきました。具体的なね、金額は伏せさせていただきますけども、約20年前の、年式で走行距離が30万キロ、という情報だけを見たら、普通はね、ゼロじゃない。おっしゃる方多いんですけども、そうではありません。それだけ今でも中古車市場として、100系のハイエースはですね、絶大な人気を誇っておりますので、100系から200系に乗り換えられる方、ぜひ知らないとお越しください。ということで、今回はですね、200系と100系、現行ハイエースと、21年前のハイエースは、どのように変化して、どのように進化してきたか、という動画をですね、ご紹介させていただきましたけど、どうでした？そうですね。僕で言うと当たり前のハイエース、200系ハイエースなんですよ。でも、ちゃんと100系っていう元があってできた200系なんだなっていうのがすごい、外装内装から見ても伝わったし、やっぱり、ちょっと昔の車って可愛いじゃないですか。だからこそ、その今でも人気があるっていうのもすごい、頷けるなと思いましたね。そうですね。やっぱり、時代とともに、安全性であったりとか静粛性であったりとかその燃費であったりとかっていうものはやっぱり良くなっていって、でより時代に沿ったものが出来上がってる。そうですね。でもしかしたらまだ次はできるかもしれない、っていうことで本当にまだまだハイエースってまだまだ先もねどん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 続いていく車なんじゃないかなと思います。そうですね。JR がですね、春日井店、大府店、岡崎店、3つの店舗でですね、新車のハイエース、中古車のハイエース、またですねキャラバンであったりハイラックスであったりとか、いろんなたくさんの、ね、車をですね在庫として展示してあります。ぜひご興味のある方は概要欄に、多分あると思うんですけども、 そちらにご覧いただければと思います。新車のハイエースっていうのは受注停止中の今でも購入できるんですね。はい、あらかじめ僕はですね、新車を受注停止になる前にですねたくさん発注かけてあったんですよ。それが順次今来てます。なるほど。で来る前に売れてしまうっていうことが多々あってですね。そうですね。ただし、まだまだ在庫あります。はい。ぜひ、お急ぎください。はい。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。高評価、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。では、ありがとうございました。